帰るぞ、舞。な、そんな。お、上着あった。高田ちゃんの小悪がな。乗り換えミスってもし会場にたどり着けなかったら俺は何しでかすかわからんぞ。ついてこい、舞。まあ、勝手な人。舞、待たせたな。どうした、何か嫌なことでもあったか。次の握手会だ。お前も高田ちゃんの素晴らしさを肌で感じてこい。普通に君でもきっと断ったらもっと面倒くせえことになるんだわ。ああ、女の子、初めてでしょ。まあ。何ちゃん。まあよ。じゃ、元気になったらまた来てね。覚えてるよ、まいちゃん。確かに高田ちゃんはそう簡単に言語化できる女ではない。悪くね。あら、東京校の皆さん、お揃いで。気色悪い。おっ、骨いねえじゃん。怖。一年二人はハンデが過ぎないか。ロボだ、ロボがいる。呪術師に星は関係ないよ。まあまあ、二人とも落ち着いてください。これが宿儺の器、虎杖悠仁君ですよ。京都の人らは。お土産に夢中。宿儺の器、虎杖悠仁は殺せ。嫌だな。死後呪いに転ずることを防ぐために呪力で殺します。くだらん、勝手にやってろ。戻れ東堂。11時から散歩番組に高田ちゃんがゲスト出演する。これ以上説明いるか。そこかよ。女の趣味の悪いお前らには当の昔に失望してる。ただし次俺に指図してみろ。殺すぞ。でも私たちは虎杖悠仁を殺さなきゃでしょ。マジでやんの。私たち全員で虎杖悠仁を襲撃する。虎杖君と犬巻君が一緒にいたらどうするの。呪言師を前にガン首揃えるのは少しリスキーだよ。いや、あれは来ると分かっていればそこまで怖いものじゃない。何か叶えたいことがあるなら俺はお前を手伝うぜ。大技を無駄打ちするな。敵が目の前の一体だけとは限らないぞ。エボルタ炭酸が好きと聞きました。俺はそういうんじゃない。だって舞が。みんなと一緒に。メカ丸、ノリトシに歌姫先生が呼んでたって伝えといて。メカ丸、これ東堂君に渡しといて。お前ら、なんでいつも俺を通すんだ。茨城だぞ。そんなことも知らないのか。めんどくせえからに決まってんじゃん。普通にまだ怖いんだよな。メカ丸、うん、頼りにしてますよ。グー。まあ、頼られてるならいいか。マーキー、呪いも見えない呪具振り回すだけの一般人。万年4級。ちょっと安心。舞のバカ、この人めちゃくちゃ強い。舞ちゃんが求められてるのは完璧なんて生優しいもんじゃない。全員家送電の術式を引き継いでいること、それ以外は落語者として術師人生をスタートする。私たちが当然のように享受している環境を手にするのに、舞ちゃんたちがどれだけ苦労しているか。もう一発。よかった。当たって。そこを離れて上からみんなをサポートして。あなたがいないと困るわ。舞ちゃん、私ね。いいのよ、桃。わかってる。
腹減ったな。ごめん。ほら、これで勘弁ね。これならどう？西宮流カップラーメンシーフードアレンジ。うまい。こんなに美味しいならこっちを食べればよかったのに。いや、さすがに深夜のカップラーメンは翌日に響く。うん、うん。こんにちは、役立たず三輪です。でも特急呪霊の襲撃でみんなが命がけで戦っている中、爆睡ちゃんをかましてしまい。どうする、続ける交流会？続けるに決まっているだろう。二つ人死にが出たのならば、なおさら俺たちに求められるのは強くなることだ。敗北をかみしめ勝利を味わう。そうやって俺たちは成長する。東堂先輩って意外としっかりしてるんですね。しっかりイカれてんのよ。西宮、まだ走るな。アウト。ルール知らないなら先に言いなさい。知ってるよ、撃ったら走るんでしょ。犠牲フライ、なんじゃそりゃ。新しい拷問か。シンプルにバカ。虎杖、お前はなぜ呪術師をやっている？いっぱい人を助けて、俺が死ぬ時大勢に見とってほしいんすよ。それは良い理由だ。ストライクバッターアウト、チェンジ。カモー、踏んだけ当たんねえぞ。あ、どう見てもピッチングマシーンだろうが。何言ってるの。スペアよ、スペアメカ丸。ピッチングマシーン、よくわからないわ。あなた機械詳しいのね。もしかしてオタク？この打席、俺がホームランを打ったら、次回お前がピッチ。ナイスピッチ。ナイピー。ナイピー。